戦国の世の武将たちは千住大社を背負って戦った、うん、千住大社の各段の観音扉は開くと、うん、各仏様がいらっしゃる、うん、このような携帯して移動できる千住大社は昔から作られていた、うん、戦い戦に出る殿様や武将たちは皆戦の場に持っていき、うん、戦いのその場で神棚のように祭り、その千住大社を背負って戦ったという、うん、例えば毘沙門天を祀る武将であれば、我らには毘沙門天がついていると言って戦に臨んだのである、うん、次いきます。太子様は千住大社を持って旅をしてお経を唱え祭りを行った。古来からある出雲大社とか伊勢神宮は神社の祭りがあり、古来から光の民、本当の創造主が祀られている神社である。その他の大きな祭りがある有名な大きな神社も同様である。太子様の影がある神社が全国に多く点在するが、それらの神社の地区では災害で人々が苦しんでいる場所だったという。まだ町とも村ともつかない場所では、その当時環境が整ってはいなく、災害などによる被害が多かったのである。太子様はそのような地域に出かけていき、人々に元気をつけようと思い、パワースポットといえる丘の上などに千住大社を担いでいって皆の前に出してお経を唱えた。お経は皆を明るくするために楽しげにアレンジしてみせ、弟子に狐のお面をかぶせて踊ってみせた。太子様一行は毎年そこに立ち寄るようになった時に、神社が立ち、人々が集まり、お坊さんが来て、この神社には徐々に賑わっていったのである。そのお祭りなどの行事の時には居合の特技など笠芸とかさまざまな芸を持つ芸人が集まってくるようになり、それが広まっていった時にそれが一つのお祭りに変わっていったのである。太子様由来のお寺の隣には必ず稲荷神社があるのは一つのメッセージだという。昔千住大社を背負って回った時、太子様が置いた千住大社の横で狐のお面をかぶった弟子が踊って人々を楽しませた。狐のお面が稲荷になるというメッセージである。昔から狐はありがたいもの、神様だ、狐は化けるなどとよく言われるが、きちんとしたお坊さんの弟子の小坊主が着替えて狐の衣装を着て踊る、立派な僧侶とその弟子が来たと思ったら、そこに千住大社を広げてお経を唱え、弟子が狐の面をかぶって笛を吹いて踊ることが全く想像つかなかった。それで坊主が狐に化けたというような噂が流れ、狐が坊主に化けたなどの噂がどんどん広まって伝説になっていったのである。まあそういうもので、まあこれは一つのね話でもあり、バカラでありね、いろんなものがこう加わってるんですけど、その狐の情報に関してもいろんな情報あって、なんで白狐様とかなんだかとかね、いろんなものがこうこれからまだやってない謎があるんですけど、その神社とってね、白狐がいると、であるところの場所のね、まだやってないところなんですけど、その諏訪湖、うん、諏訪湖のところにもやっぱり白狐の神社があると。だけどそれはね、弁財天様の力なんだよね、なんかね話を聞くと、うん、で弁財天様と白狐はつながってるってことなんだよね。だから白狐に変わった弁財天とかっていうようなもの出てきたりすることもあるんですよ。そしたら白狐が弁財天なのかな。まあこれからやっていく中の打ち立てで書いてる中にその答えは書いてあるんだけど、もうちょっと先なんですかね、それ言うのはね。まあ1ヶ月後ぐらい。そう、もうすごい資料、どれくらい、何枚くらいあるんですか。いや、もう800ページぐらい。800ページって何ページなの。こんな辞典ぐらいついてね、百科辞典のね。でこれ例えば思いつきとか適当なこと言って、そんな百科辞典何百ページとか言えるだろうかってことなのさ。ましてその学のないね、何にも知らない人が例えばそういうものに
携わって話してそれに近い情報とかねじ込んでそれを話ができるかって言ったらね、できないと思う。皆さんが今ね奇跡っていうんであればね、この前で話してる自分こそ奇跡だよ。車間屋の親方でやって何の学もなく何にも知らないおじさんがね、メッセージを受けてここの場所に出て話をしてる、その内容っていうものはみんなが想像を絶するような話をペラペラしだす、そうだ、ありえないことだからね。そうだって、ブラックホールとかさ、ビッグバンとかさ、宇宙の創造とかの話なのかもしてるからね。これからまたちょっと紹介していくけど、あの宇宙がどうできたかでしょ。そうそうそう、これもいまだにいろいろな説があるんだけど、定まったものはないんだよね。いろんなたくさんの説が、要するに未知の領域だ、そういうのもね。そう、あの文章で見せるたり言葉で見せるとね忘れちゃうんですよね。ビジョンで見るんでしょ。そう、そういうの。だからそこに出てくる主役的な人物が自分なんですよ。そういう主役的なの自分で体験させるんですよ、その場で。で、うわーこれすごく、どうしようかなどうしようかなって間に仲間が集まったりなんないろいろやっていくうちに一つのこうストーリーになったりドラマになったりするんだけど、そこに登場するのが自分だから、おそらくね光のためにメッセージを受けるってことは何回も言ってるけど、お前が神だとかっていうようなことを思わせるような見せ方をするんじゃないかと。例えばイエス・キリスト様がいたとしたね、そのイエスの役を自分がやってたとしたら、それは予言したように何かが変わってきて奇跡が起こったら、ひょっとしたら俺はイエスの生まれ変わりなのかもしれないとかね、思ったりする人もいるってことなんですか。いるだろうね。そう、だから決してそれをしちゃいけないっていうのは、そこでそういうふうに思った時点でね、アウトだね。人の心が負けちゃうんだって。邪の心、変わるから、ね、そう、欲と欲望に染まっちゃうんですよ。そういうふうになった時に取り返しのつかないことになっちゃう。だからその未来が、曲げられるっていうことは、欲に曲がった未来が出来上がってことになるから、そういうことなのかなって思ってみたらね。チャンネル登録はこちら側。